松村達夫から1932年7月18日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。佐賀県出身。松村康武海軍少佐の長男として生まれる。攻撃者を経て、1887年7月、海軍兵学校を卒業し、1889年6月に海軍将尉任官。練習官、幹事公会長。 いわき公会長、運送船若浦丸監督、軍令部出資、再開艦隊参謀、比叡公会長などを歴任。海軍大学校では、兵種、公会科、商工科で学び、1897年12月、商工科講師を主席で卒業した。常備艦隊参謀、自重部官などを経て、日露戦争には、東副長として出征し、日本海海戦では、 三笠副長として参戦した。その後、イギリス駐在、第二艦隊参謀長、海外共闘、秋艦長などを経て、1912年12月、海軍少将に進級。海軍教育本部第一部長、第二、南塚市大司令官などを歴任し、第一次世界大戦では、臨時南洋軍逃亡日隊司令官となった。さらに、第一戦隊司令官、 練習艦隊司令官、第一水雷戦隊司令官などを経て、1916年12月に海軍中将となった。魔皇陽光部司令官、将官会議議員、旅順陽光部司令官などを経て、1922年4月、予備役に編入された。ありがとうございます。